はい、皆さんどうもおはようございます。サタデーモーニングの時間です。今日はですね、久しぶりの、なんだっけ、そう、飲酒動画です。飲酒動画をやるよ、ね、飲酒動画をやりますよね。で、まあ本日のざっとしたこの、動画のお品書きなんですけども、とある焼酎のご紹介と、それからきゅうりのね、おつまみ、きゅうりの超簡単にできるおつまみを、のレシピをね、ご紹介したいというふうに思っております。それからね、まあ、今日飲むやつはそんなにあれかもしれませんが、お安い、まあ、焼酎とかね、そういうの飲む時のアルコール臭さってあるじゃないですか。そのアルコール臭さを、カモフラージュできるね、お手軽な飲み方があるんで、その辺もご紹介したいなと思っておりますから、ぜひ最後までゆっくりと、そしてまったりとご視聴の方いただければなと思っておりますので、ぜひよろしく。おはようございます。はい、それではですね、早速ご紹介しましょう。本日ご紹介いたしますのはこちらでございます。これはですね、焼酎なんですけども、結構見ません？あのスーパーとかでね、比較的手に入るんですよ、これ。うん、喜界島っていうのかな、ちょっと読み方が怪しいんですけどもね。これはね、焼酎なんですが、黒糖焼酎というやつでございます。黒糖を原料とした、焼酎でございますね。で、鹿児島県は、奄美群島の島々の蔵元でしか製造認可されていない本格焼酎ということになっておりますんで、これね、もう、結構私これ 何回か飲んでるんですけど、もう半分ぐらい飲んでますが、これを今日はちょっとね、まあ、どんなお味なのか、皆さんにお伝えしたいというふうに思っております。それでは、実際に飲んでみましょう。はい、まずは定番ですね、ストレートですね。ストレートでやっていくぞ。はい、色はもう完全な透明でございます。そんな感じね。それではやってみましょう。すきっ腹にストレート、やばいね。乾杯。これね、これ焼酎にもね、いろいろあるじゃないですか。麦焼酎、芋焼酎、ね、米焼酎とかね、いろんな焼酎あるんですけども、その中の、どれに近いかということをお話すれば、多分ね、味の想像がつきやすいのかなと思うんですが、これはね、芋焼酎に近いです。はい、で、芋焼酎の癖を極限まで、もうめちゃくちゃ極限まで、あの芋焼酎独特の香りありますよね、あれを極限まで削ったようなそんな味ですよ。うん、泡盛ともまた違うしね。うん、ただね、やっぱりあの前にあのカサーシャって飲んだじゃないですかね、あの前回の飲酒動画ですよね。うん、あれからやってないんだ、しばらくやってませんでしたね。あのカサーシャの回で、感じたですね、こう飲んだ時のこう南国感、南国感がやっぱりあるよね。全然伝わんないですか。そうですか、すいません。でね、これやっぱりね、このどの地域で作られたお酒かっていうのはね、結構味に影響があるというか、自分私の中では北の方のお酒、寒い地域のお酒っていうのは、私の印象ではどっちかというとね、こう淡麗なね、キリッとした感じになっていく気がするんですよね。で、南の方のあったかい南国の方のお酒っていうのは、こうなんか芳醇なね、ほわっとした感じの味が多いんじゃないかなと思うんですよね。違いますか？違いますかって皆さんに聞いてもダメですけど、まあ、そんな気がしております。飲みやすいわ。飲みやすいけど、この鼻にね、ふん、最後にふんってね、こうちょっとしたこう芋焼酎みたいな香りがふんって抜ける感じ、
芋焼酎好きなんだけど、なんか飲みすぎるとちょっとなーみたいな、なんかこう芋のあの味に飽きちゃうんだよな、でもあの香り結構好きなんだよなみたいな人がいいかもしれませんね。知らせませんね、うん、はい、というわけでちょっとおつまみやっていきましょう。今日のおつまみご紹介します。はい、今日のおつまみはこちらでございますね。無限きゅうりですね。はい、これね、作り方後でご紹介しますんでね、食べてみますよ。ちょっと氷入れてきました。ロックにします。成功、うまい、うまい。いいね、これうまいんですよ。最近ね、これハマってまして、これ作ったらきゅうり3本1日で食っちゃうみたいな感じになっちゃうんですね。ご飯にも合うんでしょ、うん、ちょっと味の素と醤油かけてご飯もね、 OK はね。じゃあちょっとこれ作り方、さっき収録したんで見てやってくれ。こうやって作ります、どうぞ。はい、それではご用意するもの、きゅうり3本です。きゅうりのね、このイボイボをある程度こそいでいきますよ。あんまり気にならない人はそんなに気にしなくてもいいです。私はそんなに気になりませんので、そんなに気にしません。なんですかね、よくわかんない感じになっております。で、ある程度やりましたらきゅうりを切っていくんですけども、この端の方は後でカリッと食うことにして、あんまりね、厚く切らない方がいいですね。5ミリぐらいですね。はい、これを永遠切りまくってボウルにぶち込んでいきます。それでは切ったとこまでジャンピングアタック。はい、切り上がったのがこちらでございます。これきゅうり3本分全部ボウルに入ってます。ここに、はい、もう我が家の土定番安丸だし、これを入れるんですが、これね、1袋全部入れます。で、この安丸だしがない方は白だしでもいいです。白だし大さじ1ぐらいかな、と味の素ですね。安丸だしある方は味の素入れなくていいです。こんな感じで、ここにですね、重要、これもう超重要、これ酢ね、酢を小さじ、これ小さじ2分の1なんですが、小さじの2分の1酢を入れます。これが重要で、これをあと揉み込んで、4、5時間で美味しくなるんですけども、今日はね、ちょっと漬け込む時間があんまりないので、すいません、忘れてました。ある方は輪切り唐辛子ね、これちょっと入れました。もう一つまみぐらい、こんなもんです。はい、でこれをですね、あと揉み込んでいくんですけども、4、5時間5ぐらいが一番いい感じなんですが、今日はちょっと、あんまり漬け込む時間がねえでやんすので、これにね、ちょっと塩を入れます。すぐ食べたい人はちょっと塩入れてもいいかもしれませんね。もうほんと一つまみぐらいです。スピーディーに食べたい方は塩を一つまみ入れましょう。で、これをもうこうやってね、こうやって混ぜ合わせまして、あとは、ビニール袋とかジップロックに入れて、ちょっとギュッとしてね、ギュッと空気を抜いて食べるだけです。これうまいっすよ、ぜひやってみてね。それでは動画に戻ります。はいね、簡単でしょ、めっちゃ簡単なんですよ。
これね、最初ちょっとぴょんこ先生が編み出したんですけど、私酢を入れるっていう風にアレンジしたのが私なんですが、これね、酢がめちゃくちゃ重要なんですよ。で、さっき作り方の時にも言いましたけど、この安丸だしはネットで注文しなきゃ買えないので、もし買えない方は白だしでもいいですよ。白だしとちょっと味の素、うん、白だしだけだとちょっとね物足りないんで、白だしきゅうり1本に対して白だし大さじ1とか、あとはまあその辺はねちょっと調整してお好みでやってみてください。これマジうまいっす。で、もう1個おつまみがございましてね、ぴょんこ先生が、なんかおばさまからもらってきたホタテの違い、ちっちゃいホタテの佃煮、これね山椒かけていきたいと思うよ。もう完璧なんですよね、こうなってくると。うまっ、この佃煮に山椒いいっすよね。うまいわ、最高やないか。でね、これそうそう、だしがメインなので塩分かなり低いはずなんですよ。なんでもうサラダだと思ってガンガン食ってもいいと思いますよ、うん、昨日もねこれきゅうり2本分ぐらい食べたんですけど、全然その後喉乾くこともなかったんで、塩分そんな高くないはずなんですよね、うん。それでは、まあ、このお酒はもう十分ストレートでも飲みやすいぐらいなんで大丈夫なんですけど、お安い焼酎あるじゃないですか、こういっちゃなんですがビッグマンとか、あと金宮焼酎とか、まあ、ジンロは比較的飲みやすいようですけど、ちょっとねこうアルコールがグッとくるやつ、あれのそういうお安めのお酒を飲みやすくする方法をねちょっとご紹介します。これ皆さんもちっちゃい頃お父さんやおじいちゃんがこうやって飲んでるのを見たことないですか？ないですか？そうですか。私はよく見ておりましたが、これね、かっぱ酒と言います。これいいですか、焼酎にこれを入れますね。まあまあこれぐらいだったらスライス2枚ぐらいで十分ですが、まあせっかくあるんでいっぱい入れます。はい。でね、これちょっとまあきゅうりをちょっと潰して入れてもいいんですが、まあそのまま入れましたがこんな感じです。で、これをやるとあら不思議、お安いお酒のこのアルコールのこうゲッとくるアルコール感があるじゃないですか。そのアルコーリング感を一気にまろやかにしてくれる作用がございます。はい、やってみたい。うん、すごいね、もうすぐきゅうりのいい香りがしてきますね、うん、よき、すごくよき、うまうまいわ、うまいね。なんかさこういうことになっちゃったよね、本当に。このこういうおじさんになったよね、うん、ね、うまいわ。ちょっと割ってもいいかもね、うん、もっときゅうりがグッときてもいいかも。もともと飲みやすいこのねお酒、より飲みやすくなっております。でね、きゅうりが苦手な方とか、きゅうりをもが自宅にない場合に、その安いお酒をちょっといい感じで飲みたい場合のコツとしてはね、もう一個あるんですよ。天然塩をもうね、耳かきの先っちょの半分ぐらい、もう本当にこう数粒入れるんですね。で混ぜると一気に安いお酒が飲みやすくなります。はい、いいぜ、これいいぜ、みちるさん最高だ、やば、いいわ。
世話になったね。なんかしんみりしたところで動画はこの辺にしようかな、本日も最高の晩酌でございましたね。ちょっとまったりした動画ですが、いつも最後まで見てくださってありがとうございます。もうね、もうすごいいい感じです。私の YouTube すごいいい感じです。なんかね、昔はね、こう変にって言ったら変ですけど、なんかこう視聴率を追い求めてね、なんか四苦八苦してましたけど、もうそこを全然考えなくなったら、もう楽しさだけ残ったよね。だからついてきてね。おっさんのまったり日常、そんなチャンネルに皆さんついてきてね。そういう感じです。さようなら、ありがとうございました。またお会いしましょう。あい食べたい。いいでしょう。しゃぶしゃぶを食べるよ。やったー。